ようございます、今日も京都って草刈りです。変わらない風景ですね。ここの農道、ここ一番コシヒカリの一番遠いエリアで、今平っていうちょっと飛んだエリアにあるんでなかなか来ないんですけど、ここを今日は買っていこうと思います。ちょっと続きからですね、結構この川がいつも水ギリギリに、向こうの方なんていうんですか、この間工事してよくはなりましたけど結構な水量流れるんで今日とか結構流れてますね。怖いですね、はい。買っていこうと思います。ガンガン草刈ってます。刈り終わりました。今平終了です。草だらけはい、またこれでまた野々市に戻ってコシヒカリの続き買っていこうと思います。川の音がすごいですね。ここの先もともと本当に溢れそうだった。去年が綺麗だった。すごい量なんか落ちています。写真か。ちょっと田んぼに水が来てないところがあるということで、いつもよく詰まるところの水門のところを確認しに来ました。詰まってるんでしょうか。カモが泳いでる。かわいいな。水量増えてしっかり水が流れてくれると思います。向こうの方ですね。さっきの線こう来てます。
天気でした。梅雨明けかと思ったらまた明日すぐ雨降るらしいんだよな。困ったね。一体いつになったらいい天気になるかね。ジャル君で、実はこの林さんちの看板そろそろ撤去となりますので、周りのただにあった木を移植しました。ねえ、もう建てて35年、ね、もうこんな、ね、結構ボロボロになってきてね、最近の爆弾低気圧でぶっ飛んだら大変なので、近々撤去します。チャルイエーイイエーイ